い、こんにちは、うどんです。今回は、ケース制作の続きで、うどんケース初号機がおおむね完成で実践投入可能となりました。まあ、ただ今回の作業はトラブル続きで、バラしたり組み込んだりでもうどうにかなっちゃいそうでした。で、あと、今回は中の人の声も入れてみましょうってことで、そういったご要望があったんで、まあ、試しにやってみたところ、ほとんど事故になっちゃいました。まあ、不評だったらやめます。では中の人どうぞ。はい、中の人です。今回はだからここのスペーサー4つあるんですけど、上下ステーをつけて簡易水冷のラジエーターを乗せようと、まあ、まずそれが1点で、電源のこれですね、何ソケット、まあ、これを、ここに、まあ、ないんでね、どこにもちょっと乗せられる部分がなんかはまる部分がなくて、グラフィックボードの横に取り付けようかなって思ってます。まあ、ただちょっと今干渉してるんだよね。ちょっと多分このままただつけるっていうことができなくて、ちょっとこの辺の加工をします。なので全部一回これは、取っ払って、また分解ですよ、もう解体ですよ、やりたいと思います。まあ、そんな感じです。で、今回は、この他に上面にファンを設置するための、ステーを作りまして、で最終的にはメイン PC を組み込んでいきます。とりあえずラジエーターなんですが、これをちょっとこんな感じで置いてみます。こんな感じかな。でね、やっぱチューブが邪魔なんだよね、これがね。まあ、外側にやっちゃうともう枠からはみ出ちゃうんで、内側に持っていくしかない。で、ファンも外側に置きたいんで、まあそうなると無理やりねじ込むしかないのかなと。まあ、ラジエーターの方を外側にすれば普通につきそうなんですけどね。まあ、ちょっとこんな感じでバランスよく設置できるようなステーをちょっと作ってみましょうか。というわけでステーができました。なのでちょっと仮組みしてみようと思います。で、このステー変な形してますが、まあ、いつかやる気が出たら修正します。まあ、金属加工ちょっと大変。これがどうなるか、ちゃんとしまい込めるかっていうところがちょっと問題があります、ね。で、電源はこれを取り付けるんですが、側からこんな感じで止める。まあ、ただ今ちょっとグラボと干渉して、うまくはまらないんで、ここですね、こいつをちょっと左側にずらそうと。まあ、あとちょっと削っていかないとダメですね。だから、まあ、その作業をやっていきます。ネジ切れちゃったね、これ埋まっちゃった。で、とりあえずつきました。ここにこう、はまるね、ちゃんとね。はめるときは意外とすんなりはまるんだけど、取るときがまあ斜めすればすんなりいくか。もうこんな感じです。というわけで、こちら、上面のファン用のステーができました。まあ、これをねちょっと取り付けてみようかなというところです。で、実はこの前に別の形のステーも作ったんですが、なんか収まり悪くて新たに作ったやつがこれです。まあ結果いい感じです。こんな感じかな。なんかあれだね、めちゃくちゃ灰皿感あるね。てか灰皿だね、これ。やばい。この前まですごい武骨な感じだったのに、なんか、まあ、横見るとまああれだけど、スカスカだから。ちょっと上から見るともう灰皿にしか見えない、これ。ちょっとファンを乗せてみましょうか。こんな感じ。まあ、ファン乗せればまああれですね。灰皿じゃない？いや、まあ別に灰皿でもいいけど。というわけで、だいたいできたんで、H1 に入ってるメイン PC を、こっちに移植していこうかと思います。
で、やっぱこの NZXT、NZXT の H1 は、まあ、組み込みとか解体とか、まあ、しやすいですよね。まあ、よくできてます。ケースにパーツを載せていきます。まずマザーボードは、Z390 の、ファントムゲーミングのミニ ITX で、 CPU は 9900K で、メモリは合計で 32GB かな。で、 M.2 も表に1つあって、で、裏側にももう1個あります。 SSD ね。で、グラフィックボードはこちら、何が入ってるのかよくわかんないんだけど、これが64って書いてある。非常に爆熱ですけど、まあちょっと訳あってこいつが必要なんで、メイン PC はこれを搭載してます。で、まあグラフィックボードはこれでね、ライザーケーブル、まあ中華製の安いやつなんですけど、まあとりあえずこれで使ってみます。で、電源は SFX 電源の SF750 コルセア、なんか不良品がなんか出回っちゃってるみたいでリコールなんですけど、該当するシリアルじゃなかったんで、まあ、私のやつは回収対象じゃないと。正常に使えるのかどうなのかちょっとわかんないんですけど、まあしょうがない。これを使っていきます。今回取り付けるラジエーターはこれ。コルセアの 240mm のやつ。なんかチャプチャプ音がでかいんだよね。ちょっと水分蒸発しちゃったのかもしれない。熱膨張するんで、その分、まあ多少空気が入っててもいいらしいんですけど、ちょっと多い気がする。まあしょうがない。上にもね、付くようになったんで、これをつけていきます。というわけで、組み立てていきます。チューブがギリギリ潰れちゃってる。どうしようこれ。もうヒートシンクでかいよねこれ。できればこうしたかったんだけど、これだとかっこいいよね。ちょっとここがね、やっぱキツキツなんで、まあ、とりあえず今日はもうラジエーター外側にして組んじゃいましょう。で、うどんケースも、案外作業しやすいかもしれないです。まあオープンネームだし、まあ、ゆえに電源のクリアランスのなさが悔やまれます。外側がちょっと嫌だよね。なんかすぐ傷つけちゃいそう。よしって、ここ危ねえな。あ、なんか取れた。あ、やっぱりもうこっち取れた。なんか弱っちいなと思ってたら取れちゃったよ。もうこれスピーカーのやつ、スピーカーのやつ大量にあるからいいんだけど。よし、あー、めんどくさー。最後、ここにファンを乗せます。もうめちゃくちゃ灰皿なんだけど、喫煙所の灰皿みたいな。よし、これでいいか。ちょっと配線もやんなきゃね。配線がやばい。これどれが、どこ表？これ表なくない？なんか見せられる部分が全然ないね。ギチギチだわこれ。これダメじゃない？これ大丈夫？熱。というわけで全部組み上がって、配線も済まして、まあ、ちょっと入出力とモニターにつないでみましたので、ちょっと起動させてみたいと思います。大丈夫か。はい、スイッチ。ん？入らん。電源入んないよ。電源がどっか来てない。電源ぶっ壊れた？もうハマってる。電源が壊れた？
キミアサインどうなってたかな。いや、これで合ってんな。やべ、ぶっ壊したか。ちょっとうんともすんとも言わない。これか。なんかリセットスイッチ押しっぱなしになってる。これこれ削んないとダメじゃん。また解体すんのこれ。というわけでちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、地べたにそのまま、組んでみました。とりあえず電源入れてみます。まあ、電源入れたらここが光るようになったんで、でリセットスイッチ押すと、まあ、切れちゃうんですよね。まあ、話すとまたついて、まあ、だから通電はしてると、まあ、なので多分大丈夫です。もうめんどくさというわけでアルミフレームの方をちょっと削って、勝手に押されないように、しました。自分で押せるようになりました。できました。起動してみましょう。じゃあスイッチオン。 OK。 あ、びっくりした。あ、出てきた出てきた。で、無事に起動しまして、CPU 温度の方は、シネベンチでの高負荷時でも、80度以下と許容範囲でした。まあ、ただグラワのベガ64の方はエアフローが背面排気なんですが、まあ、このケースだと上から吸気の下から排気で、まあ、循環しちゃってます。まあ、ちょっとあれかもしんない。まあ、とりあえず実践投入、実用して様子を見ようと思います。というわけで、今回はうどんケースの本格運用開始までをお伝えしましたが、今後は拡張や改修ということで、またこれらを実施した時にお伝えしていきたいと思います。でまた、今回中の人の声でお伝えしてきまして、まあ、自分的には気持ち悪いんですが、まあ、もうちょっと少なめならこんなのもたまにはありだよねって思われましたら、まあ、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると、頑張っちゃいます。今回は以上です。はい、ありがとうございました。